こんにちは、歯科医師のキャロルです。今日は、いびきや歯ぎしりを改善する首のストレッチを紹介します。いつも私のチャンネルをご覧いただいている方は、いびきや歯ぎしり、顎関節症に悩んでいる方が多いですが、同時に首の痛みや不調に悩んでいるという人もいると思います。一見関係なさそうなこれらの症状ですが、実はストレートネックや首周りの筋肉の凝りがいびきや歯ぎしりの原因になっていることも意外と多いです。そこで今回は首の正常な湾曲を取り戻し、いびきや歯ぎしりを改善するストレッチを紹介していきます。この動画を見ると、なぜストレートネックを治すといびきや歯ぎしりが改善するのかがわかります。また、首の痛み、頭痛、神経の圧迫を取り除くのにも効果的ですので、首の不調がなかなか解消されない、いびきや歯ぎしりに悩んでいるという方は、ぜひ最後まで動画をご覧になっていってください。このチャンネルでは、いびき、歯ぎしり、顎関節症など、歯医者さんに通っているのになかなか良くならない症状の改善法などについて発信しています。不規則な投稿になりますので、まだの方はお見逃しのないように、今のうちにチャンネル登録をお願いいたします。まず最初に、なぜストレートネックがいびきや歯ぎしりを引き起こすのかについてお話しします。首の痛み、頭痛、偏頭痛、神経の圧迫、めまいなど、これらの問題の多くは頚椎のズレ、または首の適切な動きの欠如によって引き起こされます。多くの人に共通して見られるのは、頚椎の正常な湾曲が失われた、いわゆるストレートネックや、もっとひどい場合は、頚椎後弯と呼ばれる逆の湾曲です。ストレートネックで頚椎の正常な曲線が失われると、頚椎に圧力がかかり、血管を伸ばします。また、神経や脊髄さえもある程度の緊張を受ける可能性があります。座っている時間が長く、あまり運動をしない方は、ストレートネックになりやすくなります。PC の前に座ったりとかしていると首がだんだん前になっていきますよね。横から見るとこういう感じです。で、さらに腕も前に出すのでちょっと巻き方猫背みたいな感じでこういう姿勢を長時間取ることになります。ストレートネックの方は首が基本的にこう前に出ているので枕を高くしないと寝づらいんですね。そうすると顎をこう引く形になってしまい、気道を圧迫します。こうなりますよね。枕が高いから顎をこう引く感じになっちゃって、気道を圧迫します。そうするとこの空気の通り道が狭くなるので、いびきの原因になってしまうのです。また、歯ぎしりや食いしばりも顎がこう前に出る形の方が食いしばりやすくなります。何かに集中しているとだんだんこう顎が前に出てきて、気づいたら食いしばっているということはないですか？試しに指でこう顎を平行に後ろに押して引くような形をとってみてください。この状態で食いしばることってできないですよね。ですから大体巻き肩と猫背とストレートネックっていうのはセットになって起こるんですね。なぜストレートネックがいびきや歯ぎしりの原因になるかが分かったところで、今から首のストレッチを紹介していきます。まずはウォーミングアップです。全部で10個の方向に動かします。まず肩を引いて、胸の上に手を当てます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、もう1セットやります。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。次は首の正常なカーブを取り戻すエクササイズです。こういうゴムバンドかタオルを用意してください。まずこのゴムバンドを首の一番下にかけます。そしたらこの持った手を斜め下に少し引っ張ります。そしたら斜め下にこのバンドを引っ張った状態で首を後ろに4回倒します。1、2、3、4。今度はこのバンドを首の中央に動かします。そして、バンドはまっすぐ前に、こう、腕をまっすぐ伸ばして引っ張ります。こうですね。こういう感じ。そしたらまた首を、頭を後ろに4回倒します。1、2、3、4。次は一番首の上ですね。首と頭の境目ぐらいに、バンドを当てて、今度は斜め上方向に引っ張ります。この状態でまた頭を後ろに4回倒します。1、2、
3、4。結構この辺暖かくなった感じしませんか？脊椎の手術を受けたことがある、不安定症、椎間板変性がある方、あるいは狭窄、または急性の神経の圧迫などについては、まずはかかりつけの医師と相談するようにしてください。よくわからないときは、これから紹介するエクササイズがあなたのケースに適切であるかどうか、医師に確認してから行うようにしてください。また、エクササイズのいずれかが、めまいなどの不快な症状を引き起こす場合は、無理せず中止してください。あと2セット行います。また、首の下にバンドをかけます。下に引っ張って後ろに4回倒します。1、2、3、4。次は首の真ん中です。1、2、3、4。今度は首の上側です。斜め上に引きます。1、2、3、4。あともう1セットですね。首の下です。1、2、3、4。この首真ん中です。腕をまっすぐ伸ばしてください。1、2、3、4。最後、首の上側です。1、2、3、4。3つ目は首を伸ばし自然なカーブを促進するエクササイズです。またゴムバンドを首の下側にかけて斜め下に引っ張ったら頭を1回後ろに倒します。そして片側を向きます。3回向きます。1、2、3。今度反対側です。1、2、3。次は首の真ん中です。で、腕をまっすぐ前にこのように伸ばしたら頭を一回後ろに動かし倒して、片側を向きます。1、2、3。反対側です。1、2、3。次は首の上の方ですね。斜め上に引っ張って頭を後ろに倒したら片側向きます。1、2、3。反対側です。1、2、3。これをあと2セット行います。まず首の下側で引っ張って、1、2、3。1、2、3。真ん中です。1、2、3。1、2、3。今度首の上の方ですね。1、2、3。1、2、3。ラスト3セット目です。下に引っ張って後ろに倒したら横向きます。1、2、3。1、2、3。真ん中です。1、2、3。1、2、3。最後上です。1、2、3。1、2、3。お疲れ様でした。いかがでしたか？このエクササイズをしているときに何らかの制限を感じる場合は、最初に紹介したウォーミングアップをもう一度繰り返し行ってみてください。エクササイズをやってみた感想をコメントでシェアすることも忘れないでくださいね。高評価とチャンネル登録もしていっていただけたらとっても嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。See you soon!